もホビーシティテレビのカズです。よろしくお願いします。今日ですね、ナンバシティにありますグッドスプーンさんに行ってまいりました。さあこちらですが、ランチこんな感じでちょこっと一品ついてのバイキングがついております。さあ店内はこんな感じでございます。さあ何を注文しましょうかね、ということで、さあ僕はですね、お待ちしました。でもなんかね、これがね、売り切れやったんですよね、はい、実際のところ別の頼んで、なんとこのピザも食べ放題でございます。そしてドリンク、サラダ、これがバイキングになっています。さあ僕が取ってきたのはこんな感じで、サラダ山盛り、ピザも山盛り、ピザ食べ放題です。焼きたてがどんどん出てきます。さあそして見てください、このレンチになったスプーンとフォーク、これは僕のやっているバーでも入れたいでございますね。そして料理が来ました、ハンバーグです。ハンバーグはね、レンチンハンバーグではございません。ちゃんとしたハンバーグです。さあ中身はこんな感じでございます。むちゃくちゃ美味しかったです。さあそれではいただきます。はい、美味しいです、美味しいです。さあおっさんのこんな食うてるところはそんな見ててもしょうがないんで、適度に終わってもらえませんかね。はい、もうええよ、もうええよ、もうええよ、もう食べてるシーンええよ。はい、ということで、なんとこれ見てください、ワイン、お酒ですよ、ワイン、赤ワイン、白ワインがなんと飲み放題でした。まあ僕この後仕事なんで一杯しか飲んでませんけどね。いやだからおっさんの飲むシーンはもうええねや。まあまあまあね、こうやってワインも飲めてのお値段です。赤ワインのピザ、はい、ちょっと太ったおっさん、ちょっとちゃうな、目いっぱい太ったおっさんが目いっぱい食うとります。はい、それではごちそうさまでした、ということで、はい、さあこちらがですね、ドリンクの飲み放題の分になっております。今回行ってきましたグッドスプーン、こんな感じです。